はい、どうも皆さんこんにちは。で今回はですね、パズドラマリオやっていきたいと思います。レッツゴー。じゃあね、早速やっていくんですけど、今回も隠しステージやっていこうか。で一応今回やるのがワールド8の隠しステージやっていくんですけど、まずこのワールド8の屋敷だね、行こうか。パーティーはこれで行きたいと思います。レッツゴー。さあやっていこう。まあスキルをね、まず貯めていきたいんだけど、一応このダンジョンはまあ4色ダンジョンです。で一応光ドロップがないんですよね。あ、これやばいな、これ倒しちゃうな多分。まあしょうがないか、まあ、一応光ドロップの変換スキル一応持ってきてます。あ、意外に耐えた。え、普通にありがたい。ならもうここでスキルちょっと貯めていきたい。そう考えるとこのぐらいのコンボでも全員倒せないってやばいな。やっぱワールド8は結構なんだろう、あ、ちょっと待って、これ普通になんでコンボした？あー、倒しちゃった。まあまあまあ、なんかね、まだ土管が全然ね見えないから普通に行ってもいいかもしれないね。普通に行こうと思ったんだけど、これまずね倒さないと普通にやばいんだよね。うんだよね。おお、危な。まあ一応ナイス。え、倒せないのこれ。ちょっと待って、これ普通にやられそうじゃない？やばいね、これ普通にやるぞ。いや、そうなんだよな。あのトリックね。そう、トリック結構厄介なんだよね。まあ、一応 OK、倒した。OK、ナイス。キングテレサは痛いけど、その代わり、ここでスキルを貯めれる。さすがにちょっと回復はしないと、普通にやられるね、これは。OK。デカテレサ、今日ぶな。まあこれは普通に突破するか。うん、運よくなんかコンボも急コンボいったし。 OK、 全回復で次だね。え、嬉しいね。これはなんかお化けキノコね、結構レアだからね、普通に嬉しいね。で一応テレサが4体か。一応1ターンのテレサをロックオンして、あと確か5ターンなんですよ。違う、あと3ターンだった。あと3ターンでスキルが溜まるから、ここで確実に貯めないとやばいんだよね。さあどうだ。あんまりコンボはしないから倒せると思うんだよね、1体ぐらいは。いいね。で、これどうしようか。ま、このテレサ狙うか。いや、やっぱ左にする。お、ナイス。あ、危な。だけど、これ絶対倒してほしくないな。あ、オッケー、ナイス。耐えた。で、テレサトリックね。これも普通に行っていいね。次で溜まるから。あ、いいね。てか、またテレサトリック。ちょっとめんどくさいな。ボタンは。さあ、来たよ。で、右のブロックが光ドロップなんですよ。で、ここで、デカ黄色パタパタの輝く甲羅で闇ドロップと火ドロップを光ドロップに変えるっていう。いいね。さあ使おう。初めて使う。めっちゃ出てくるね。これはまあ全部使うか。あ、いいんじゃないこれ。さすがにいけたとは思うけど。ナイス。さあ上行きまーす。あ、アテナブロックね、嬉しいね。まあ4コンボ、まあ、これで何がもらえる、まあコインだとは思うけど。
あ、ワンナップはいらない。テレサ、テレサ、テレサね。コンボはできてないけど倒せないか。呪い？あぶな。普通に呪いとかあるんだ。初めて見たんだけど。あ、いいね。コンボめっちゃするじゃん。まあ一応4色コースだからまあ少しはしやすいか、通常コースよりかは。あ、ナイス。デカテレサ登場。うん、まあスーパードロップも消して、まあ5コンボね、半分ぐらい削ってくれれば。あ、いいね。次でワンチャンいけるんじゃない。うん、まあほんとシンプルにもう3色だけを消したんだけど、さあ倒してくれ。オッケーで、ハテナブロック、これね一応ボス戦前なんだよね。まあ、これでコイン50コインか。さあボス戦、これ隠しゴールのまあボス戦だと思うけど、ゴーストアタック使います。さあゴーストアタック、適当に使ってなんかパズルしちゃったね。まあ、だけど半分削ったことはでかい。で、なんだろう、テレサトリックね、これよく使ってくるな。大合唱使います。いや、この大合唱さめっちゃ強くない？3ターンってかなりでかいと思うけど。うん、いいね。これはどう？さすがにまだいけない。さすがに HP は高いか。うん、いいね、これでいけたはず。さあ GG だ。これで隠しステージが現れると思うんだけどね。 OK、 8のワールド8の屋敷クリアで、これが、お、やっぱり左行くね。これが一応隠しステージ、これだね。ワールド8の3、3色コースか。いいね、行こう。パーティーはこれで行きます。さあやっていこう、8の3。だけど3色コースめっちゃ嬉しいな。で、水キー闇ね。一応ね。ナイス、10コンボ。確か8の3って、ここもなんか集会に適してるらしいんだよね。お、嬉しいね、これ。で、ハテナブロック、合計コンボ8。うん、要求が高いな。てか、闇いけたな。まあ、だけど8コンボちょうど。コイン、50コイン。紫ガマネが2体。できれば、これね、10コンボ行きたいな。うわ、行かないか。7コンボ。まあ落とさないか。で、ハテナブロック、水だけで縦に5個ね。こうでいいかな。ナイス、100コイン。てかボス戦早っ。ボスパックンサブにも一応いるけどね。いや、ボスパックン久々に見たな、そのボス戦でね。てかこのステージ早くない？え、このステージなら結構周回できそうだね、簡単に。あ、ちょっといいね。あ、まあ、ちょっと、うん、ボスは痛いけど、まあ、回復しつつ、まあ、攻撃して、あ、いいね、10コンボ。さあどうだ、かなり食らうかな。あ、いいね、ナイス、ファイヤーフラワー。いや、8の3コースクリア、結構簡単だったな。
いやなんかワールド8の3めっちゃいいね、周回として。で一応ね、僕最近はレベルアップをメインにしてるんだけど、まあ、そんなにガマネー系のあれがねないから、あんまりレベルアップはできてないけど、まあ、いろんななんかこういういらないモンスターとか、まあ、こういうのをこうやってねパワーアップ合成させてる感じかな。さあピーチ姫レベル38か。一応僕の最大レベルがこのワンワンケロンパトリオのレベル69。レベル99がねほんと遠いねまだ。はい、ということで一応今回はですね多分早いとは思うんだけど、まあ、一応ねワールド8の屋敷の隠しゴール行って、一応ワールド8の3の隠しステージ一応無事クリアできました。で次回はね8の7多分こっち側だと思うんだけど、なんかねワールド8?3 つぐらいあるんだよね。あ、ここか、この上だね。この8の6の隠しゴールで8の7に行けるのか、これ今度というかまあ次回やろうか。ってことで最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、おわい。